お疲れ様です。山田ジャックです。始まりました。山田ジャックのおつかレディオということで。はい、えー、またまたね、ギャラリーには誰もいません。<laughs> もう寒くなってきたしね、平日のこの時間はね、もうそんなね、応援、あの、来てくれるはずがないんですけどね、こう、まだこの1時間はね、えー 前に誰もいないギャラリーを見ながら <laughs> 寂しく喋らせてもらいますはい、えー、ね皆さんお仕事いろんな、えー、ねことお疲れ様でしたまあなんかね、えー、夕飯とかこの6時ぐらいっていうのはなんかこうう夕飯とかも作り終えてるんですかね今から作るぞっていう感じのちょっと ちょっとこうね一息の時に聞いてくださってる方とかもねいると思うんですけどもはい、えー、1時間はあなたのお耳をジャックするえー、っとですねもうこんだけね日は暮れてるんだけどまあ僕もともとねあのまあぽっ,っちゃりさんぽっちゃりさんまあデブ <laughs> なので <laughs> ねあの、まあ、暑がりなんですけどね、え全然この、まあ、みんな周りはね、ちょっとやっぱり寒な、寒なってきたなあとかいう声もチラフは聞くんですけど、うん、僕はもう全然寒くなくて、うん、ただ単にね、ただただ、あの、花粉症がね、えーえー、こう、鼻声でしょ、もうね、ほんまもう、 豚草とかね、もうこんね、最近近所でもね、うちの家の近所でももうなんか、僕が行くとこ僕が行くとこね、ずっとね、なんかこう、なんていうんですか、草,草刈りしてるんですよね。ブイーン、ウイーン、言うてね、あれでなんかもうブワー待ってるんですよ、もう。草の埃が。で、もう、思いっきり吸ってもうてね、うん、わーって、ね。 まあでもね、えー、頑張って、い、えー <coughs> ね、きたいと思います。本当にね、えー、YouTube の方でもね、花粉症心配してくれてるね、えー、リスナーさんとか、本当にね、えー、大丈夫ですんでね、はい。ありがとうございます。うん。そして、あのー、 何ですかいろいろねおはがきも <laughs> もらってるんですけどもおはがきちゃうなおは,おはがきっていうあたりがもうおっさんのラジオ経験者ですよねもう今はメールをね、えー、いただいてるんですけども昨日はねまたねあの TJ ブルースというね僕と竹内義和先生がやってるラジオがあって。 ありましたもんですからうんそれのね、えー、見に来てくれた方や見にきた見にきたかったというね、えー、お便りいただいてますんで、えー、読みたいと思いますはい春熊様春熊様ありがとうございます昨日は TJ ブルースお疲れ様でした今日こそはと行きたかったのですが 都合がつかず行けなくて本当に残念でした。竹内義和さんとの恋トーク、まだ聞いたことがないので聞いてみたいです。日曜日だったら息子も一緒に行けるのになぁと残念がっていました。あ、ジャックさんのインスタ、<laughs> しっとり顔パック。めっちゃ面白かったです。何度も爆笑しました。 ああいうのり大好きです。ああ、ね、ありがとうございました。はい、えー、このね、インスタ、まあ僕ね、そうそう、あの、このね、えー、ラジオを僕、YouTube の方に上げさせてもらって、そっちで聞いてる方が大半だと思うんですけども、あのー、結構ね、言ってたとは思うんですけど、あのー、僕 SN、SNS ね、他にまあ、Twitter、まあ、今、X 言うんですか ?X と、<coughs> で、 うーんと、いやえ、インスタグラム。あと、ティックトック。うん。これはもう全部やってましてね。えー、まあ、僕も、結構なん、まめですから、それぞれにね、なんか、ティックトックはティックトック、インスタはインスタ、みたいな感じで、それぞれなんか結構上げる内容とかも違ってて変化をつけてましてね。で、 えー、それぞれをフォローしても、えー、楽しめるような作りにしてるんですよ。で、えーね、あのこの前のね、えー、ハロウィンの時のおばちゃんのね、アーニャとかのね、スパイファミリーのアーニャっていう、僕、アニメあんまり見ないんで知らないんですけども、そのキャラクターにね、化けたっていう言い方がいいんでしょうね。えー、化けたおばちゃんのね、 えー、コスプレっていうのがね、えー、TikTok の方で上がってるんでね、もしまだ、えーねうん、YouTube だけで、ね、知ってるよーっていう方は、まあ、お時間があれば暇な時にそちらも、ね、各各、えー、SNS 見つけてくださればありがたいなと思ってます。<laughs> そしてそこでねあの、インスタグラムの方で、 僕が最近、花毛のおばちゃんの家に遊びに行ったときに、えー、ジャック、お前これ持って帰れ、みたいな感じでね、あの、顔にするパックシートっていうんですか、あの、ね、女性の方とかがよくするじゃないですか。あれをもう、私もな、あの、あんませえへんねん、言うて、ジャックも、お,お前50やねんから、もう男でもちょっとしとけ、みたいな感じでね、えー、 どっちが出しか分かれへん <laughs> え、えー。感じに言われまして。あんないいた、持って帰るわ、いただいて帰るわ、っつって。で、まあね、僕、そんなに、そんなに、その、なんで、別に、別にその、ナルシストでもないし、今あのイケメンじゃないっていうのはもう自分でも自覚しているので、別に、なんていうんですかね、ナルシストになるはずもなく、 うんだけどまあもらったしねせっかくなんか,なんかで遊ばなしゃあないな思ってまあだからこ,こんなね、えー、おっさんがあのパックシートでねパックしてるっていうのだけでも面白いかなと思ってはいで、えーねえー、あの自分にね、えー、なんていうんですかねこの52のおっさんがやったら、えー 面白いかなと思ってパックをしてね。で、あのやってます。やってますというか。あの、うん。えー、インスタの方に。まあ、だからあれ、こうは、スケキオみたいになりいますよね。あの、犬神家の一族の。ね、あんな感じで。でまあ、僕、顔が大きいから、顔が大きいから、はみ出るんですよ、顔が。で、まあ、それもおもろいかな思ってね。えー、パックシートをつけて、えー、 な、また口んところがね、またこう、ちっちゃくてね、あの、シートの作りが、あれ、顔、顔でか用のサイズ作ってくれへんかな ?XXL とかないんかなサイズパックの。そうやったら全部が、あの、潤うと思うんですけどね。で、それをして、で、まあ、おちょぼ口になって、そこで、えー、ね、なんか、喋ってるっていう、 動画をインスタの方で上げさせてもらってるんですけど、うん、それにちょっと大ハマりしてくれたんですね。<laughs> はい。えー、わびしゃびさん、ありがとうございます。えー、よく、えー、ジャックさん、よくぽっちゃりと言うけれどと、ぽっちゃりは女性に言うだけで、現実は単なるデブだと思う、そうですね。わしもデブで汗っかきで、まだ汗も,もできてるし、って。 いやでも、わびさびさん、僕も実際ね、えー、お会いしたことありますけども、デブですかね、わびさびさん。まあ,あ、なんてと年相応の、なんていうんですかね、あのまあ、ぽっちゃり、ぽっちゃりはまあ女性に言うだけでて、まあまあ,、ね、あ,あ、あえて言うならね、なんかこう、デブではないです、もうデブっていうのはもう、もう僕のね、えー、到達域ぐらいがデブですよ。うん ありがとうございます。はい。えん、ー、でね、その、ね、えー、いろいろ SNS 書く、使い分けてるんで、よかったら、フォローくださいということですね。<coughs> さあ、そして、TJ ブルース関係で、えー、もらっております。はい。えー、毎度です。介護士ボクサーさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。と。 私は高齢者施設で働いているのですが、机の上に山積みされた書類仕事をそのままに、上司が電話に出た途端、コントの泥棒のように、抜き足差し足、<laughs> 職場を抜け出し、駆けつけましたよ、ひご橋の TJ ブルース。ありがとうございます。もうほんまに昨日の出来事ですね。えー 大都会ビル群の、ね、もうビルの群れっていうか、もうブワーとほんまに、ね、それの片隅で行われる秘密の夜会、まあ密会でしょうね、あれ。竹内義和先生とジャックさんのブルーストークは、日常のエピソードで大笑いして、安心して浅瀬を泳いでいたら、急にズボーッと深みにはまり、 青ざめるような恐怖の話へと息もつかせぬあっという間の90分でした。竹内先生の若い頃の西成での思い出や弟子の尻小玉さんの話、ジャックさんの阪神おじさんの話といったお二人の怖いもんなしのパワーあふれる青春話を聞きながら、 何か私もボクサーやってた頃のイケイケ感を思い出しましたよと自分もまだ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 収まってなんかおらんぞーとドクターペッパーを飲みながらしみじみ思いました終了後はジャックさんとともえねお話もでき会場を出る頃にはパワー満タンに充電されましたよ万歳ということでありがとうございますね えー、はるさんとね、介護士ボクサーさんありがとうございます。ね、えー、そうですね、昨日はそのね、問題ライブといいますか、TJ ブルースというのをね、うん、<laughs> 毎月第2、水曜日にやってるんですけどね、まあ、あの、これはね、なんていうのかな、うん、まあ、ライブ、ライブ自体もね、 結構、あの、使い分けしているところがありまして、まあ、うん、あの、花毛のおばちゃんが絡むようなね、あの、不思議なピーチパイとかいう、あれはまあ、ちょっと、園芸っぽい、ネタっぽい、えー、ね、あの、お笑いをもう前に出した。 えー、そういう楽しいライブやったりね、ロフトプラスワンウエストとかでやる、時たまやるやつも、まあ、花火のおばちゃんから、ま、絡んできたら、なんかちょっとこう、園芸寄りのね、えーねえー、あの形を取ったライブとかになるんですけども、ん、竹内先生はやっぱり作家さんなんで、えー、その作家の先生とね、えー、僕が、えー、トークをする。 しかもその竹内義和というね、先生は、僕の憧れのね、もともとサイキック青年団という、もう関西ではお化け番組というね、ラジオがあって、それの僕はもう高校生から聞いてたヘビーリスナーでして、その憧れのパーソナリティとね、竹内先生と一緒にライブができるっていうのはね、 もう本当に光栄の一言に尽きないんですけども、うん、<coughs> それでまあ、ね、やっぱりこう、いやなま、一応先生もねトークうまいですし、プロですから、うん、作家さんですけども、達者ですからね、あのまあお客、来ていただいたお客さんを笑わせようという面白い話もするんですけども。 えね、ここにも、えー、介護士、クサーさんも書いてくれてるんですけどもね、本当にこうこは、あとエピソードトークやら、えー、なんやかんやらで、面白い話もするんですけど、その面白い話が急に <laughs>、急展開で怖い話、怖い話っていうのは、なんかそのもう本当にちょっと電波には載せれない話に変わっていくっていうね。 あのブルースですよね。もともとその竹内先生が、ね、僕が32コンビ、えープえー、なんていうんですかねスタミナジャックを解散して一人で、まあ、いろんなライブをやってた頃に、えー、だから32 2 2 1 2の頃にですね先生から声かけてもらってですねで、えー、ジャック俺と一緒にライブしようって言ってくれて まあ、竹内先生と2人のツーマンでやるんともうすごくプレッシャーがあったんですけどもそのその頃はまだ再帰苦戦連弾もまだやってたんちゃうかなでえー、えー、っとすごい抜擢されたなと思ってねで、えー、やるようになったんですけどももともとコンセプト的に先生がこれはなえてまあその時,その時も僕,僕まだ32とかでしたから。 あのまあ言うたらちょっとねコンセプトは中年がな言うてあの本当にレトロな古いバーでこうお酒飲みながらなんかこう哀愁漂わせて結構なんかこう、世間のね、世の中のことに対して、えー、ちょっとブツ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 言うてるようなうん、そういう。 ライブがしたいんやー言うてコンセプトはそれやねん言うて先生言われてああなるほどまあ僕まだ32やからその哀愁とか味とかはまた出ないと思いますけどまあ頑張ります言うてそっからもうね20年経って僕も52になって、えー、今本当にもうね先生と一緒におじ,おじさん2人が。 その感じ出せてるんちゃうかな本当に嘆きのブルース・トークですよね。えー、こうやっぱり世間のね、えーまあ、生きていく、まあ、もうこう思うんですけど思いなかなか思い通りにはいかないこの人生っていうのをね、えー、ブルースシンガーはそれを。 えー、哀愁を込めて歌ったり嘆いたりとかするんですけども僕らはねそれを笑いに変えながらも、えー、ちょっとねつぶやくトークするっていうんでコンセプトにやってるんですけどもまあまあ普通のね、えー、面白い、えー、話もするんですけどもねなんか時々ね時 時々あるんですよ。昨日の会がね、久々に会った、やばい会でしてね。あ、俺途中で、え、先生、それ言うんですかみたいな。大丈夫ですかみたいなね。じゃあ俺もこれ言いますわ。つって、言って。それに対してまた先生もかぶせてきて。俺途中で、<laughs> こ,この俺が先生とちょっと冷静になりましょう、言うて。これ、 これあれあですよとあの久々のやばい会になって,なってますよ今今回の TJ ブルースは言うて <laughs> 途中でちょっとこうあのうん一旦冷静になりましょうみたいな感じでで俺がちょっとこうあのいやもうほんまにねあのきつい話きつい話と連発があったんでちょっとこう緩いね、えー、笑える話とかもするんですけどね で、それが終わって、先生が、またきつい話するいや戻すんかい、思ってね、えー、そういうね、えー、のがあって、もう怖いな、思いながらね、まあ、あとは、あとはとね、本当に先生もき、き昨日舞台で言ってましたけど、まあ、この TJ ブルースはな、言うて、ほんまにあの終わってあ、あんな言わんかったらよかったとかね、後悔すんね言うて。 <laughs> いうぐらいあのもう本当にこうなんていうんですかねもう思ってること、うん、うちに秘めたることをガッと出すうね、えー、ま,またそれに付き合って聞いてくれるお客さんがすごいなと思いますわ、うん、お客さんがお客さんもどっかそれを望んでるというかうん それにこう合わせてくれるというかね、えー、ま,また怖い話してるでとか思いながらもね、えー、お怒りもなくねあのうもうお客さんの,あの、ねえー、なんんていうんですかね、えー、器の大きさに助けられているライブですね。うん <laughs> さあ ねえ昨日は <laughs>、うん、で、ね <laughs> ね、まあまあね、えー、阪神がね、阪神タイガースが優勝しましたじゃないですか。だから、あのー、まあ、僕、ツイッターとかで僕ね、そのまあまあ、漫才を解散して、でそこから一人でね、ギリギリアウトっていう。 イベント、まあ1人でというか先輩と一緒にね、えー、ピン同士で、えーあのー、やり始めてでそれが結構当時人気のライブになってねで <laughs> そこの人気コーナーみたいなのもあってねであのー、今でこそこう何て,ていうんですかね裏ナンバーとかいう言い方しません あのまあ、いわゆるナンバーみたいなところよりちょっとこう裏筋に離れた、うん、ところのね飲み屋さん街が逆におしゃれやったり逆に発展してたりとかする裏ナンバーっていうね、えー、言い方があったりなんかあのー、ねえー、まあ東京の方でもね一時。 2000年代もうちょっとぐらいにあのファッションの方でも「裏原宿」とか言ってね、えー、なんかちょっとあの一本ちょっと、えー、なんていうんですかね外れた場所の方がおしゃれそこで出してる服屋さんがおしゃれやったり有名になったりとかなんかちょっと外れてるっていう本堂とは違うところに注目スポットを当てるみたいなんが。 ちょっと流行ってて、でその頃に僕もね、裏道頓堀っていうね、道頓堀って言ったらね、まあ、もうその阪神優勝でも、もうね、全国の人が注目する、あの、ひっかけ橋ってね、僕らは言うてますけども、あの恵比寿橋、ね、あそことかね、あと、まあ、今の季節、ね、あのょう並木のね、えー イルミネーションがブワーっと綺麗い、御堂筋あ、ね、あっち、あっちからの道頓堀が有名なんですけども、本当にね、とあの東っていうんですかね、えー、境筋側の方にね、行くにつれてね、道頓堀って結構さびれていくんですよ。ががいないいななあんままり集まることがない えー、道頓堀になっていくんですよね。そのその錆びれたところになぜかいろんなところからこう湧き出るように現れてくるのがね、えー、いろんな、まあ、ホームレスであったり、えー、いろんなちょっとこういろんなものを抱えた人たちが集まってくるんですよね、えー、その頃に僕はそこを裏道頓堀と名付けて。 えー、そこの裏道ぶりで出会ったちょっとなんか「えー!」ーみたいなエピソードを持った人や「むっそやーん」っていうようなねあーそれこそ本当にここのラジオでは言えない人とかが本当にね実際に街で取材というか、ま、街で、えー、ストリートっていうところでねいたらあの現れるんですよねいっぱい。 で、そういう人にね、まあ、僕も当時、えー、ね、いけいけやったんでしょうね、えー、飛び込んでいって、そういうちょっと危険な匂いする人とかにいろいろインタビューしたりとかして、うん、で、ああ、どうもー <laughs> ちょっと目が、どうも言いながら目が見えないという。ああ、春るさん、ありがとうございます。さっき読みましたよ、お便り。ね、ありがとう 春くんもありがとう。名前言ってよかった <laughs> 大丈夫オッ ?OK <laughs>、ね。そこのねやっとリスナーさんがこのね僕の目の前に現れてくれましたね今日の天使ですねあれはね。<laughs> えー、そうそうほんでそのね道頓堀っていうところに裏道頓堀という名前を付けて 本当にね、いろんな、いろんなジャンルの人が現れて、僕も負けん気とかイケイケやったから、そういう人たちにインタビューをして、いろんなエピソードを聞いてね、で、裏道とんぼり選手権というね、えー、コーナーを作ってやってたんですよ、そのライブで。ね、えー、その裏道とんぼり選手権というコーナーがね、 めちゃくちゃ人気で年に2回やってたんですけどもねその時浦田おと森選手権の時がねもう超満員になるっていうね、えー、ライブをやってましてでそこで結構注目というかねあのー、あ面白いやんこの人って、えー、お客さんのハートをつかんだんが阪神おじさんね。 当時阪神おじさん、阪神おじさんって、えー、言われてて、まああの人って、ホームレスなんかなってね、なんかホームレス扱いされてたけど、うん、あのストリートでは、道頓堀では。<laughs> でも道道行く人道行くく人人に いやあの人、家ある、どうもあるっぽいでいい、みたいな、あホ,ホームありかとかい、こういろんなこと言いな,言いながら、うん、その辺はね、もう本当に、いっつも真夜中にね、裏道とんぼにあ現れててで、朝になったら、えー、図書館が開くんですよねあので、そこに行ったらね、図書館の中で寝ているんですよね。 っていうような家に帰れへんおじいさんですよね。うん。で、全身いでたちが阪神タイガースのユニフォーム着てたりね。阪神の帽子かぶったりとかして、でいろんな人に阪神おじさんって呼ばれるようになって、僕も阪神、阪神って呼んでね、仲良くなって、うん、ずーっと、もう仲良くなったらね、絶対その自分の中のね、 徘徊するルーティーンにね、道頓堀におる俺の、当時僕カラオケ屋でバイトしてましたから、そのカラオケ屋のね、僕が前でチケット配ってるんですよ。カラオケどうですかカラオケどうですか言うて、そこにね、えー、阪神おじさんが毎回ルーティーンとして、えー、現れて、もう、ジャック、ジャックみたいな感じで。 おまあ、当時僕32とか30歳前半だったんで、えー、若いの、若いの、みたいな感じでね、えらい。当時は、阪神おじさん、あのね、なんか、免許証も何もかも持ってなくて、えー、何歳な、おっちゃーんって言ったら、74歳やーって言うてたんですけど、見た目がね、あの、ちょっともうちょっと老けてたんですよね、阪神おじさん。 80超えてるんちゃうかなと思いっきりは74やって言うから、あ,あ、そうかと思いながらね、その阪神おじさんと、毎回毎回ね、100円、100円言うてね、100円せびるんですよ。で、あの、阪神おじさんはね、いつもこう、スケッチブックを持ってましてね、で、当時ね、その2003年とか2000年の頃って、あの、ちょうどこう、駅の中にね、 あのオーロラビジョンみたいなのができ始めた頃で、近鉄のナンバー、ねえー、なのところに、結構大きいオーロラビジョンがありまして、そこでね、野球やってる時は、えー、阪神と、ねだ、阪神戦を中継してるんですよ。うん、大阪ならではやなと思うんですけど。で、そこでね、阪神おじさんはね、まず、えー、そのスケッチブックに、今、阪神何対何とかって書いてね。 で、わーっと来て、道頓堀に来て、道頓堀って結構飲み屋多いから、わーっとの白木屋とかいろんなところでね、サラリーマンの人たちがわーっと飲んでて、で、時間、えー、時間になった頃には、わーっと出てくるんですよね。ほんなら、その団体見かけて、のこのこ、その阪神おじさんは、えー、行ってですね、そのスケッチブックを高々に上げてね、見せるんですよ。そのほなサラリーマン、大体がもうみんなは、もう阪神不安ですから。 パッてそのスケッチをブックを着て、見て、お、阪神今買ってんかーみな、やったなーみたいな感じで、んでお酒も入ってるし、やった、阪神今買ってるやーみたいな感じで、おっちゃん情報ありがとうみたいな感じでね、またスマホとかない頃ですから、おっちゃん情報ありがとう言うてね、ほんらね、その阪神おじさんがね、えー、へへへへって笑いながらね、手出すんですよ、パッてそのサラリーマンの軍団に。ほんら、何や、金取るんかいとか。 ね、大阪のノリで突っ込みながらも100円とかね200円とかたまにはね1,000円札とかね「おっちゃんもうこれ持って行き」みたいな感じでねあのそ阪神の帽子の中にねバーっとこうチップを入れてくれるんですよね。で結構たまるんですよ。うん、ですごいなあ言うて。うん、で,である日気づいたんですよね。 半神半神いつも買ってるんですよ。<laughs> あれって、俺家帰ってニュース見たら、あれ今日半神負けてたなぁと思いながらもね、それは半神買った方が、酔っ払いのね、おっちゃんとかもえ、チップ弾んでくれるからあ、ほんまにね、その辺があざといというかね、半神おじさんのね、なんか生きていく術といいますかねえ、そんなんがありましたね。うん。でもすごいなそれで、 ねなんとか、えー、生き延びてたもんな阪神おじさんは、うん、でなんかねもう古いね古い,かしいレトロなねカメラとかをもうぶら下げてるんですよで、えー、街行くね、うん、あのカップルだとかあと、えー、二人組のお姉ちゃんとか <laughs> そういうのに向かってね <laughs> その古めかしいレトロなカメラをね向けほんですよだから「あおっちゃんおじいちゃん写真撮ってくれんの?」みたいな感じで「はいチーズ」言て写真パシャーってほんなほんまにフラッシュバチーっていて、えーね、当時スマホの今やったらスマホはありますけど写真撮るっていうのもちょっと珍しかったからうんで、えー「うわありがとう」みたいな感じで,でだから阪神おじさんが「 あのさってのね何曜日のここで、えー、この写真現像して渡して,渡してあげるからなあ言うて「ああわかった仕事この近所やから帰り取りに来るわ」って言ったら「はい100円」とか言ってねまた手、うん、でその写真を撮って稼ぐことも覚えてね、えー、なんかそういううん。 やってたんですけどねまたそれもねあの <laughs>、写真を受け渡ししてるところ俺見たことがないんで、阪神、阪神あれかえてちゃんと写真渡してんのかって言うたら、えー、へーへへへって笑いながら、でもフラッシュバチんたいてるもんな、って、でであるとき俺、阪神の,のカメラ、パカって開けたんですよね、だからフィルム空やったんですよ。 あ <laughs> いつもう詐欺やないかほんま、ねえまあ、そんなんしながらもね、えー、なんかね当時その、まあ、阪神おじさんっていうね、えー、キャラクターがいましたねうんそうそうそんで、ね、もう阪神をね、えー、そのゆ優勝したからまあまあ絶対だって当時もう今から 20? 20年前ですからね、20、20年前でもう、80歳ぐらいやったらもう100やから、多分、多分ですけど、確率的にもう死んでるんですよね。そう。だから、まあね、あの、阪神おじさんとの、俺の中の思い出でね、今年は阪神優勝したで、日本一なったで、っていうのはね、ちょっとこう、心の中で、えー、阪神に捧げた、 ねえー、メッセージというかね、えーうん、阪神のことをちょっと思い出しながら、うん、そ,うそ,うあのその阪神おじさんとね、僕あの、2003年の m 1グランプリに出てるんですよ。阪神おじさん、まあ、まあ、言うたらホームレスいやと思うん分からへんけど、ほんで、えー、カラオケ、だから、 もう当時、携帯ももちろん持ってへんし、でネタ合わせとか、もう,どこもう連絡が取れへんから、だから前日からもうね、その前から、えー、M 1申し込んで、この日に M 1の出番ですよーってなったら、その前日からね、もう泊まり込みですよ。もうとりあえずその前の、多分どこやったかな、えー、阪神夜,中夜中中、阪神おじさんをまず、えー、 ースあのんば近辺で探して、おったんですよね、折って、阪神言うて、今日は俺と一緒に、あれやぞ、泊まるぞ言うてね、で、カラオケボックス、ね、営業終わってから店長にも、まあ、きの日へ店長で、そんなんも全然許してくれた店長でね、うんで、僕と阪神が、そこのカラオケ屋で一夜を共にして、で、えー、次の日のね、m 1の時間までそこで追ってですね、 でまあもちろんそういう人ですからネタなんか覚えへんしネタが何であるかすら分かってないえー、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 ええええ言うてるだけですからで一緒にねええー、あのよあれ吉本のどっかの会場やったな、うん、そこに行ってですね m ワ 1, 1の予選をなあ ちょうどね、その日のね、えー、一番の、一番最後から二番目、モたれいうね、場所で僕ら、だから山田ジャックと阪神おじさんやから、えー、コンビ名を山田タイガーいう名前にしてね。で、えー、だからねあの、あの、皆さん知ってるように、 予選からもうねギガン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 みたいな m 1のねテーマソングが流れて予選やからね寝た時間が3分やったかなでギガン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 言うてバーってみんなはさーっと舞台に上がっていってマイクスタンドがあってそこに「はいどうも」言うて始めるんですけどもまあね えー、ガン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 って俺らの番なって言うてるんですけどね俺,俺は行く気でおるんですけど阪神おじさんが全然出ていかないんですよね出ていかないっていうかあれ最初に阪神おじさんから歩いていくっていう、ね、計算やったからほんななかなか「あれ阪神どこ行った?」っつったらあのその吉本の劇場の舞台袖から舞台に上がる階段が上がられへんかったんですよ。 <laughs> で、ギーガン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 言うて、えー、もう音鳴ってて、で、大事でしょうあんな3分ですから、予選のね。もう1分ぐらいね、上が,上がれなくて。で、結局、何してんねん言うて、ほら、その僕らの次の、その日のラストがね、当、当時、あのー、なんていうんですか、M1 ラストイヤーに当たってた、 10年でね、あれ、芸歴10年でもう M1 出れませんから、ラストイヤーやったサバンナやったんですよ。うん、サバンナの2人がね、僕らの後ろで、ま、出番を待ってたんですけど、半身が上がられへんから、サバンナの2人が手伝ってくれて、持ち上げて舞台に半身を上げて、で、そっから出ていったんですね、舞台袖から。うん、で、のっそ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 ,のっそ歩いていってね。 でマイクの中央に上がって、もうア,ドリブアドリブ漫才しかないと思ってたから、い、え、ま、ー、だに花毛のおばちゃんとはそうですけどね、えー、そ,そ,そのの頃から,だから僕、そういうアドリブ漫才が身についてたんですね。で、阪神おじさんがね、もうものすごいね、あええ、ね、ボケをかましてくれたんですよね。まあ、だって もう80歳に見えるぐらいのおじいさんが全身年季の入った阪神のユニフォーム着てて出て行って阪神応援して3年っていうね短いやろいうねそういうあのなんかえつかみがありましてねでそれが今でもね僕舞台のあの感じ覚えてますよどうか ももうものすすごい受けたんですよねそっからもう何言っても受ける状態で、えー、でもねあのいい感じのところでね舞台を降りられへんかったんですよアドリブがゆえに、ー、もうタイムオーバーになってしまいましてね33、えー、分過ぎてしまってそうほんでえー、えー、って思いながらジョーズの「上手のドゥドゥン」 ドゥードゥンっていうタイムが近づいてきて3分近づいてきたでっていう合図がまずあるんですよ。それでもね、阪神は喋り続けましてね、僕もネタを振り続けてね。で、結局ドゥードゥーンドゥードゥンドゥードゥンドゥードゥン、バーンみたいな感じで、もうタイムオーバーになって、タイムオーバーになったら失格なんですよね。なんぼ受けてようが。うん。で、タイムオーバーになってから、なってて、えー、 ね、明かりがついてからもうまだ喋ってるっていうね、もう。で、司会の人が出てきて、もう帰ってくださいって言われたんですよ。うん、そんな、えー、懐かしい思い出、阪神おじさんとの思い出。これ多分ね、まあ、YouTube でね、山田タイガー 2003M1 とかで検索したら、2003年の携帯の画像やから、むちゃくちゃ荒いんですけど、 その阪神おじさんと俺がその m 1の予選に出てる出てる画像っていうの動画っていうのが多分ね上がってますよまだ見つけれると思いますよはいえすごいねえ懐かしのえ山田タイガーの話をねえ今日はさせてもらいましたまあ昨日のね TJ でも ま,またこれの言われへんバージョンもあるんですけど <laughs> この言われへんバージョンも含めて喋、えー、らせてもらいましたけどね、えー、さあそうですね阪神ね別にその別に俺野球そんなに知らんしあのそんな野球っこじゃなかったけどもまあまあ52歳の少年の頃は何かと空き地に行ったら野球してましたしね子供の頃は。 うん、そんなに好きじゃないけど、なんかやる,やる言うたら野球やったりとか。えー、で、まあ、あれ前のね、前の日本一が38年前ですか、それが僕が中2の頃やったんですよね。で、中2の頃ね僕のその、なんていうんですかね、バ、えーあの僕、バーのね、ことが好きあの本当に夏にとって好きやって。 で、その、おばがね、阪神ファンやってね、えー、ちょうどなんか、日本一を記念した一升瓶とかも買ってましたわ、なんかそういう日本一を記念して、阪神が出したお酒とかね、そんなん買って、えー、で、なんかスポーツ新聞、次の日のね、スポーツ新聞も、えー、いろんな全種類のス,スポーツ新聞を買って、 なんかそんなコンプリートしたりとかしてて、あなんかそのおば、好きやったおばの影響で、別にそんなむちゃくちゃ、ね、阪神が好きかっていうのはないんですけども、まあなんか、ん単純に、なんかまあ、関西やし、阪神が優勝してくれたら、なんかこう、心躍るというか、嬉しいなみたいな気持ちにはなるんで、一応ね、ねまあまあ、その阪神おじさんとの思い出とかもあるし、なんか、 なんか阪神っていうのは、まあ、そんなに僕、ズボズボハマったわけじゃないんですけども、なんか買ってくれたら嬉しいなというチームやったんで、えー、本当に今回、日本一になってね、えー、嬉しいな、おめでとうございますという、えー、感じですね,、うんえーね阪神これ。これで阪神おじさんが100過ぎてまだ生きてたらびっくりするけどな、ほんまに。えーねど なんかね西の宮かそっちぐらいに住んでたんですよね。えー、ねさあ、えー、そしてですね、えー、えっとねはん花毛のおばちゃんがね、えー、あのこの前、えー、<laughs> YouTube でねあの まあえー、YouTube のね、僕の花毛のおばあちゃんとのチャンネルを見てくださってる方にはわかるんですけども、あの、えー、メ,メニューというか、メニューがね、今回、ちょっとあの、ババアさんレンちゃんって僕は呼んでるんですけど、あのちょっと前にね、えー、バッとこうめっちゃ盛り上がり、YouTube の中でも、 今のところ7万再生超えてるのが、あの爆食い、えー、あれ、どこや、ランムージャなしに、えー、業務スーパー、業務スーパーでいろいろ買って、えー、食べてみようっていうね企画でやった動画が、めちゃめちゃ再生回数多かったんですよね。 で、それでありがたいなということで,で、その次にね、シューマイやったん、シューマイやったかなうん、そうそう、シューマイとかで、それも結構、バーっと、あ、シューマイってみんな好き、若い子もね、えー、好きやしっていうので、結構盛り上がって、4万再生近いくらいのヒットの動画になったんですけども、そっからね、あの、<laughs> ねえ怒涛のバワーさんレンちゃんって俺を呼んでるんですけど、 あの、切り干し、大根。いや、美味しいんですよ。もう美味しいし、動画自体も面白いんですけどね。あの、動画がね、やっぱりね、な,なんぼ面白くてもね、やっぱりそのね、メニューがね、あの、こう、老人向けっ,つって言ったらおかしいけど、なんかこう、やっぱり若い子があんまり食べへん、ちょっとこう、茶色い系の食べ物ってあんまり再生回数伸びないんですよね。 で,でもまあ切り干し大根好きやし、えー、切り干し大根を見てみたいっていうのもあったんで切り干し大根をしたんですね。だからあのまあまあ、えー、その何万再生とか言ってくれたんですけども、えー、そのシューマイとかに比べたら再生回数がない。うん で、その、だから、からその、その次に期待してたんですよ。た,たまたま、そのおばちゃんの、えー、作った料理が、だから、えー、<laughs> その次、ひじきやったんですよ、ひじき。<laughs> ひじきね、美味しいですよ。俺大好物ですし、大好きなんですけど、やっぱりなんかその茶色い黒い系なんでしょうね。なんか、なんかこう、ひ,ひじきって、おい 意外に作り方簡単やし、なかなかひ,ひじき作ろうかって思わんでしょそういう人にはすごく心に響いてくれて、いっぱいコメントも読んでるんですけどもね、ひじきありがとうございます。あの、やってみて美味しかったですとか、なかなかひじきの作り方わかりませんでした。勉強になりましたとか、いろんな嬉しい声、反響あるものの再生回数はやっぱり正直で、あの、やっぱりこう、 煮付けとか、ちょっと弱いんですよね、なんかね。で、で、明日、今日木曜日一緒、明日、明日そのバーさんレンちゃんの、もう、あの、あれ、もう鳥がですね、えーす、砂釣りの煮込みっていう <laughs>。これもまたもっちゃりした、茶,茶色系の、あれですよ、また茶色系のメニュー。ね、えー、明日、 たアップされるやつが、えー、ね、鶏の砂ずりのね、えー、煮込みって、まあ、これも美味しかったんですよ、本当に美味しくて、もう俺、ご飯おかわりするぐらい、バクバク食べて、もうこんな料理がほんまに食べたいねん、ほんま、こんな料理が欲してんねんっていうメニューやったんですけどもね、きっとまあ、俺の予想では、これもあんまり伸びひんぞって思ってね、あ,、うん、あの茶、茶色系やから。 <laughs> ねだからこれが、うん、明日ですね。うん。ねもうメニューこれ、楽しみ、ねネタバレせんとってっていう声もあるけど、その次、だから、このババん3連ちゃん、茶色い系3連ちゃんの後はもうね、ちょっと明るいですよ。だから、次の、明日じゃない、その、その次の、金曜日には、あ、これ、 いいやんっていうの来ますから、楽しみにしててください。これ、これ、これ待ってたよっていうのが来ますよ。で、えー、もう僕結構取り終えてるん、取り終えても知ってるんですけど、あの、その次の金曜日、だからね、今から、今からね、12月、だから要はその僕と花毛のおばちゃんのチャンネルができて、今のあの、お料理ね、どやめしシリーズを上げるようになって、 12月の2週目ぐらいで1年ちょうど1周年なんですよもう1周年も来たかと思ったんですけどね、えー、初めはね花毛のおばちゃんの、えー、ラーメン大食いインスタントラーメン5袋を食べようっていう企画でね今ラーメンって結構5袋で売ってるじゃないですかあれをもう全部食べたらどんないなんねやろうっていう企画で始まったあの今の、えー、YouTube なんですけども それを取ってからもう1年かと思ってね。だからそれを意識してか、このね、えー、だから明日の鳥の <laughs>、何遍も言う、えー、ね、砂釣りの後からね、ちょっとね、年末にかけてね、ちょっと楽しいメニュー続きますよ。これ、あの、あこれちょっとすごいやんっていうね、<laughs> 俺もアイディア出しずつ,つ、出しずつ,つ。 あこれこれこれをちょっと料理動画で見たかってみたいなねメニューになってますんで皆さんぜひ期待してくださいはいチャンネル登録もお願いしますねえー、あとねほんまにねあのその花毛のおばちゃんと、えー、山田ジャックのねあのいつもの金曜日の6時に上がるお料理の他にあに僕がねちょうど夏ぐらいにね スピンオフでね、やっぱりもう圧倒的にね、もうこれはもうもうもう僕も認めてしゃあないんですけども、圧倒的にもう花毛のおばちゃん人気がすごいんですよ、もうこれ。他の動画はもう、だから僕だけのね、このね、えー、お疲れディオ、このお疲れディオって山田ジャックだけが喋ってるわけですよ。このお疲れディオのね、聞いてる皆さんはね、マニアックなんですよ。<laughs> マイノリティ。 ねえ、だからたどり着いて、かおばちゃん経由で山田ジャックにたどり着いて、えー、ねえ、嬉しいことに立ち止まってくれて、聞いてくれてるね、えー、リスナーさんに、本当にもう嬉しくて仕方がないんですけどもね、えー、その、そのリスナーさんだけは喜んで、えー、そのリスナーさんも喜んではくれへんかなって思ってて、 夏に一回焼けた独身おっさんのパンイチクッキングっていうのがあったでしょ。あれがね、なんやかんや言いながら1万再生超えたんですよね。すごいなと思ってね。で、うん、なんか知らんけど家で本当に急に思い立ってなんか作ろうかなと思った雰囲気のままを出したかったから、俺別に家でいつもおしゃれな格好してへんしな、パンイチでなんか物作ってるなということで、ほんで、 えー、もうそのままいっぺんも取ってみようって取ったんが、えー、花毛のおばちゃんの鮭のね、えー、に煮込みクリーム煮っていうねそれを僕もちょっと僕なりにアレンジして作ってみたこれがねまあまあ見てくれる人がおって一万の大台を超えてあ,あ嬉しいなあそんなにも見てくれたんや思ってでもやっぱりちょっと怖さがあって、えー もう2回目はもう別に興味ないやろうと思ってたまたまないやろうと思ったらなんかコメントにねまたそのパンイチクッキングも見たいですっていうのがあったんで僕も載せられやすいからほなやろうか言うてねんでだからどっかのタイミングでねこの前それ最新版撮りましたんでパンイチでこれもねーあのー まあ、おでも、花毛のおばちゃん、俺、感心してん、一個。喋りながら作るのって難しいで。<laughs> 俺も自分で一人だから、説明しながら作んねんけど、やっぱりこう、作り、順番をちょっとこう、考えたりとかするときに、喋りが止まってしまうんよね。うーんと、次、あれ、こうして、塩胡椒して、何々してっていう考える間がやっぱあんねん。 だからちょっとこう無音になってしまうね自分がやってみてわかる。鼻毛のおばちゃんはすごいな。ずっと喋ってんもんな、作りながら。うん。そうそう。でね、そのパンイチクッキングのね、僕がやってるやつはね、今度はね、これ、もう本当に美味しかったから、あの、またもう、もうしばらくして上がると思うんですけどね、山田バーガー。これが。 山田バーガーですよ。これが美味しいんですよ。もともとはね、えー、花毛のおばちゃんに直伝された、えー、は、煮込みハンバーグで、ハンバーグってこんなに美味しく作れんねやって俺は覚えて、で、それを煮込みハンバーグで俺作って、マスターしてたんですけども、もともと俺焼きハンバーグが好きやから、ハンバーグの作り方はこれの花毛のおばちゃん流で言って、自分では焼いて、 ほんならいい感じにおいしくあこの焼,焼きでも全然このハンバーグおいしいやんと思って食べるようになってそっからまあねバーガーにしたらね自分でハンバーグのサイズも作れて好きな大きさにそれをもうバーガーにしたらあのねよくでかいバーガーで有名なバーガーキングっていうバーガーの王様を 超えれるぞっていうぐらいね、ものすごい、もう、うん、ね、えー、もう、キング超えてる。うん。うん。それが、ね、もうサタン、キング超えてサタンですよね。あれは悪魔の食べ物ですよ、あれ。マダバーガー。それが山田バーガーですからね、ぜひ、それの回もね、もうすぐ上がると思うんで、えー、見ていただけたらなと思っております。はい。 えー、さあね、今日も久々にたけるも来てくれましてね、久々やな、<laughs> 散髪して、ほんま。う <laughs>、ねえー、嬉しいですね、やっぱりこう、リスナーさんが来てくれたらね、こうあのあのしゃべりもね、軽快になるね、こう、おーおーみたいな感じでこう、なんか嬉しいよね。えー、さあ あ、あれちゃいますここもう、えー、来週か再来週、木曜日、祭日ありますよね。23日。23日木曜日ですよ。ね、これは、これは来てくれるでしょう。祭日やから。えーね、この、ね、ラジオ岸和田のね、ギャラリーに、ね、ちょっとこう、ね、こんなおっさんのために集まってくれるっていうね、 貴重な方を、えー、想像しつつ、えー、もうちょっと寒くなってきましたけどね、皆さんお体に気をつけて、今週も、えー、お後がよろしいようで、ということで、また皆さん、えー、生きて会いましょう。山田ジャックでした。お疲れ様でした。